さあポケモン最強統一水タイプ編やっていきましょう。水タイプの最強といえば、そうもう皆さんお分かりですね。いません。はい、なんとですねパルキア君と同値なんですけど、合計値が10だけ少ないので、水タイプは見ての通り凄まじくエースポケモンが揃っていますので、奇跡的に残念ながら出れない形となってしまいました。はい、悲しいね。うん、まあそういうこともあるもんです。なので思ってた最強統一と違うな感じですが、珍しく6匹いるのでなんとかなるでしょう。よろしくお願いします。お相手には近年がいなかったので、まあ前回出番がなさそうだったポケモンたち中心に選ぶチャンスかなと思い、でもストレートに負けるのは怖いから入れておいたぜパルキアちゃん。さてさてパルシェンちゃんで、これあれやこれやしたいんですけど、グラスメーカーがこれ来ちゃってるからね、スライダーがものすごく怖いんだ。まあ、間違いなくスライダーで決められる。うえ。これはこれは。ならば、毒ビシ巻いていきましょうか。おそらくスライダー2発で5体上ですからね。ドラムアタック。ピチピチピチ。勝てえ、すげえな。これ耐久ベースなんじゃないですかね。いくらなんでも勝てえ。さすが全タイプでもトップクラスの物理耐久を誇るだけはある。ではではグラスフィールドでちょろっと回復。これは向こうドラム打たなきゃいけないんじゃないか。つららばりもしかしたら一発入れれるかもね。ドラムアタック。ギリギリ乱数で耐えねえか。さすがに無理か。惜しいね。無念でござる。これ以上耐久を上げれないから、ほぼ絶対無理と考えて良さそうかな。では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 、いきますか。いざ、ゆっかーん。向こうの一撃はかなり重く入るのは確定なんですよね、残念ながら。ここは、そうだね、タイプ1考えたらベノムショックが一番威力出るかな。10万馬力ぐらいはお持ちでしょうから。お、はたき落とす。この野郎、ずいぶんと控えめな技を使うじゃない。行くぜ、おらー。まあまあ、これ結局、近殿に丸投げコースですね、このまま行くと。おそらく次には馬力を使ってくるかな。保険起動からやっぱ素直に殴ってくれねえか。まあ、仕方ないですね。レイビー行きましょうか。ドラムアタック。馬力持ってないのか。さすがにそれでは落ちんよ。ではでは冷凍ビーム。くらえー、デリア。まあまあ。これ、ダメか。これじゃねえんだよ。でももう一発耐えるかもしれませんね。いきます。結局こいつグラススライダーを一度も見せてないという奇跡起こってんだよね。グラスラはでも切る理由はないですから、グラスラドラム畑落とすとあと1個なんだろうね。よし、あともうちょっとだったね。というかこれさ、ベノムショック連打だったらギリ落ちてるぐらいか。まあいいです。なぜならこれしか体力残ってないドヒドイデとかお相手の後続のダイジェットなどなどの起点にしかならないからね。なのでここはこれぐらいでちょうどいいでしょう。ドラムアタック。ピチピチピチ。無念の撃沈でございます。これだったらパルキア素直にぶん投げた方が良かったな。弱点保険込みで結構打撃与えるつもりだったんですけど、なかなかうまくいきませんね。ですがこの近殿の壁を越えられるかな。地味にきついなゴリラ。ほぼ等倍のメンツを連れてきたつもりでしたが、サンダー叩き落として退場か、いやスライダーで一太刀入れてくるか、どっちでしょうね。そこまで火力出てない気がするから耐久ベースのゴリラか、少なくとも陽気個体かの2択でしょうね。イジッパ曲振りとかではないと思います。一応後続に備えてフィールド作っとくぜ。さあお相手が動かない。 OK、 よし、さすがに落ちます。無傷で
バトンをつなげるのは大きいですね、後続に。さあここから怒涛の火力で巻き返していけるか。最強統一極みにて追加されたパルキアの実力、ぜひ見せていただきましょう。どれだけ頼っていけるかって意味では参考になるね。あん？バンギちゃんはお相手として結構きついよね。見るからに保険ありそうだしな。ですがチンタラしてる余裕もないよね。ストリーム行きましょう。弱点保険も覚悟の上で上から吹き飛ばしましょう。それしかない。幸いにしてパルキアは近殿の中でも足が速い百族なので、大急ぎで仕留めればなんとかなるかもしれないよ。ついよ九州やべえわこれは。え、九州じゃない。一致抜群は痛いとは思いますが、思ったより通りがいいですね。まさかそこまで私が先入観にとらわれていたか。おや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 、来ましたわね大ストリーム。雨降らしといてよかったぜ。結果としておせおせキングシールド。これ向こうからしたらな、これ大増しちまったらアタックフォルム固定でパルキアを等倍では落とせないという二重苦背負ってんのか、かわいそうに。結構通るぜこれ。勝てるかもしれない。すげえな近殿やべえな。刺しといてよかったぜ。さーてじゃあまあ、ここから先お相手は大魔を切ろうものならって感じですよね。一発目をでもここ大魔しないと一発も受けれないぞ多分。ドロポーンドリアー。なんかあれだな、運に助けられてるなこれうん、まあパルキア君の耐久があればシャドボだろうがシャドクロだろうがなんだろう、まあ少なくとも大フォローで一撃で落ちることはないのでどうしようもなかったなこれ。バンギが一撃で落ちたってのがおそらく向こうの想定外だったし、こちらもそうだった。ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。とりあえず一勝稼いだのでここからどうするかという感じなんですが、お相手にはさすがに鋼タイプが2体どっちかは出てくるでしょうから、これは毒菱からのドヒドイデという戦略は取らない方がいいでしょうね。先発パルキア行っちゃいます。先発にエースをぶち込んでいく男気ある立ち回りでいきましょう。にしても弱志くんが前回の最強統一では AC 曲振りのゴリラだったんですけど、今回は HA っていう極めてまともな個体なので随分と頼れますよ。うん、それでいて直機も持っているので耐久は抜群。タイプ的にもザシアンには比較的強く出れるんで、今回は意外といけるかもしれんぜ。でパルキアの謎の火力よな、日頃臆病で使ってるのもあって今回は特攻最強につき控えめで運用してるわけですが、先ほどの一撃は非常に評価が高い。お相手がなんか実は旅パだったんじゃないかと疑っちまうぐらいよ。おお、こいつさてはあれだな、種マシンガンとかであれやこれやしてくるタイプだな。じゃあトリックルーム行こうか。トンボ帰りとか覚えてたよな。デンジが逆手に取らせていただきますよ。ではではトリックルーム裏目に出たね。ではでは悪空切断、チラチーノの役割は崩壊者、確実に上から圧倒的に攻めさせてもらうぜ。パルキアは百族なんでね、ディアルガに比べるとトリックルームをする印象はない。ここで外すのは良くないね、良くないね。おそらくスキルリンク、これは痛いぞ。テクニシャンだったらもうちょい痛いもんな。やってくれますね。これでは後続にトリックルームをつなげないじゃないか。あのさパルキア君
僕は今必死に抑えているあの名言を。マスラタウンのちょっとサトシ君にちょっと電話入れましょうか、そろそろ。うん、ちょっとあの一言収録してほしい言葉があるんですが、でもサトシさん今忙しいからな。一応木の実で回復しますけど、ここまでボロボロにされたんじゃ恨みなんだよな。だってこいつタスキ持ってるだろう。ほぼ間違いなく持ってます。さあ3度目はねえぞ。バルキアルバ対戦よろしくお願いします。お前には頼らないと言いたいところだが、先ほど考えていた私の戦術は決して悪い戦術ではないはずなのですよ。もう一回リベンジさせていただきたい。そしてホエルを送るなんですけど、専用の回作りたいなって思ってるくらいなんで、今回はちょっとお休みかもな。結局やっぱな、現環境でホエル王みたいなステータスはフワライドのバトンでもなければ、なんならバトンでもきついよな。そう、体力によりまくってるやつね。よろしくお願いします。というか潮吹きとかも海洋ががその存在価値奪っちまってるからな、かわいそうに。その被害が特に大きい気がするね。納豆、こいつ技構成的に今回かなり苦手だな。切断は接触技になっちまうからどうしたもんかなと言いたいところですが、とりあえず雑にドロポンぶっ放してみましょう。いくぜ、今回は当てる。いやー、まあまあ入ってる。ヤドリギー避ける。今回はバカ野郎じゃない。もう一回ぶちかましていけ。やっぱりこいつは、いやしゃあない、ワロポンはしゃあない。なんかみみっちい試合してんなこれ。どうしましょうか。まあ大丈夫だ、もう一回行こう。どうせ宿り木巻いてからこいつ守るとかするだろう。飛んだ泥試合ですが、向こうは向こうで役割をこなしたいところでしょう。軽やかな一撃、さすがに当たるよね。さあ宿り木を入れて、ここから耐久戦といったところか。これ結構取られるかな。 H には振ってないけど、ナットレイの体力は、あらー、ほぼ意味ないねこれじゃあ。仕方ねえ、カマス城行きましょうか。インファイトをねじ込んで無理やり体力削りたいところですね。よしゅー、今回あれだね、ナットとか最近見ないからさ、全然切っちまったんですよ大文字。実は直前までトリックルーム使うかどうかは悩んでたくらいなんですけどね。ではインファイツ、容赦なく攻め立てるぜ。そら、うん、弾さえあればといったところか。むむむむむむむ、時が痛い。おお、宿り木徹底してくる。これ交代あるかな。交代あったとしてもここはインファイト打ちたいところですが、向こうとしてはナット温存したいんじゃねえかな。これ以上回復させるのも嫌なんですが、というか今回のパーティーナット超きつい。インファイトスカシは狙われる可能性がありますね。ブレイクいっておきましょう、あえてね。守るくん防がれた。さあこの次だよな、レイスポスに交代されると嫌なんですけど、いななかれるからな、読み合いになるけどな。ぜひともナットはここで仕留めておきたい。こっちは今相手の行動を読んだという情報を与えたので、そのせいでどうなるかわからんね。向こうがどう取るか、向こうがそこら辺を深読みしてくれたらナットは居座ってくる。どうでしょう、安定行動は交代。ああやったぜ。
なんか知らんけどナット死んだぜ、やったぜ。よっしゃー、これは終始プラスですね、間違いない。よしよしよし、いいですね。さあ、一番めんどくさいやつを仕留めたら、あとは普通に勝つだけでは、多分お馬さん出てくるんじゃねえかな。誰だ、このままいると宿り木で体力吸われちまうんで、根気、うーえ、根気か、ようわからんやつ出てきたな。交代が安定ではないですね、これ。大魔読み飛び跳ねる。空に逃げまーす。お相手何してくるんだろうね、これ。マッパ打ってるわけでもね。雷パンチ、ドストレートに、抜群技を叩き込んでいる。超絶素直だぜ。では、この次の予約した一撃、受け取ってもらうぜ。避ける手段はない。食らっていただこう。にしてもあいつどこまで飛んでったんだろうな。戻っておいでー。お待たせー。はい。もうただのチン行為じゃん、これ。もう、こいつらほんとな、やってくれるな、もう。では行こうか、パルキアちゃん。頼みますぜ。今回のメンツちょっと自覚が足りてねえな、全体的に。プレッシャー払っちゃって。ローブ神は、これなんだこれ、鉄の拳かな。うん、三色パンチと、ドレインパンチとかのなんかすげえシンプルな鉄の拳型なんじゃないかな。直帰でもね、まあやっぱそうだわ。多分そうですね。逆に使いたくなってくるあの方。ちょっと待って。これピンポイントでイヤが食えないんじゃない？イヤじゃない。フィラか。嫌なダメージだな、これ。落とすしかないな。おそらくマッパはない。落とすしかないですね。絶妙に残されちまった。トリックルーム張りたかったね。ですが、ここまでやってくれたら最後、弱しがやってくれるんじゃないか。つうか、ドレパンの威力やばいな。思ったより、絶妙に持っていかれました。最後のポケモン誰だ、ウルシュフ。超絶トリックルームは張りたかったが。張れるなら張っておこう。おそらく陽気でしょうから、向こうの方が早いんだよな。弱し君に全てを委ねることになりますね。ここで大魔ターン一つ奪っていくのは偉いな。一撃飛んでくるぜ、この後。ガオー。シンプルに、なんだろう、一撃の方と戦うのは久しぶりな気がしますね。起点にされりゅあー、これきついかもな。これきついだろうな。一段階上げられたらきちいよな。だって弱し君体力には振ってますけど、これ無理だと思うな。諦めなければ。いや、今回の弱し物理になっちまってるからな。やっぱトリックルームを発動できないギリギリの体力疲れたのが、ここはすごく災いしていますね。ですが、最後までベストを尽くそう。やっぱ武神とか、というか格闘2枠は男気を感じるな。結果としては順当に殴り負けてしまったわけですよ。ナット君がいたら、やっぱこの技が欲しくなるか。ですが、トリックルームがないとやっぱ弱しとかの S って結構きついところあるんでね。そのきつい試合が今まさに行われようとしております。上取られたら弱しぐらいのステータスがあってもやはり辛い。思い知ることになるだろうぜ。弱し、いきます。まだ負けたと決まったわけじゃない。ナックルからの一撃飛んでくるか。最後の一撃に気をつけろ。あー、これダメなやつ。次の一撃やばいやつ。でももしかしたらの夢を見せてくれるのはありがてえな。
ナックルの威力の30増しぐらいでしたっけ、一撃は。こっちも、これ万が一、今のが超ハイパーウルトラ高乱数で、次が超低乱数だったらまだ、ギリギリ、無理やろう、無理やろう。今の威力の8割増しで飛んでくるから、一撃ビューン、オッケーですよね。ちくしょう、納豆め、そりゃきついよ、お前よ。ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。趣味パ見つけた。大人にね、そう、お前。いや、言うてそんな勝ってるわけでもないんでな、余裕ねんだわ。だけど、まあせっかくだ、ホエル王くんに出てもらいましょうか。で、結局のところ負けたくはないので、大鳥パルキア君に任せましょうか。要するに1試合目と同じ流れだね。なのでパルキアに始まりパルキアに終わる回になりそうだな。目立ちすぎだろこいつ。うん、まあ海王が君に勝ってウキウキやったということでね。はい、さて先発誰だ。ウェーブレ、おお、マニュさんか。チーズ、先発マニュさんは何をしてくるんだろうね。では凍える風といきましょうか。何してくるんだ先発マニュは。なかなか見ない。はたき落とすが普通に痛い、辻切られる。あれ、そういえばはたき落とすは募集されてましたっけ。なんかごめんなさいね。なんかごめんなさいとか言うのやめろ。 S 落とす。ではでは、地割れ。もちろん声優やったぜ。ここ風地割れ型とかいうド変態ですよ。よし、なんだかんだ1体目を落としたぜ。ホエル王くん見せば来てるよ、来てるよ。もうホエルウォーカーいらないんじゃない。現環境正直きつくてきつくて仕方ねえもんな。鈍感、え、なんだって系サーナイトが生まれてしまったな。さーて、こちらの方が足は速そうなんだが、地割れを見た後だとさすがにサナさん何かしらの手は打ってきそうだよね。ならばどうせあんたにやられるぐらいなら選ぼう。やられた、チキショー、爆発しようと思ったのに結局運命は変わらなかったな。ならばたらば行きましょう。弱しで行くか、先に。そう、大鳥パルキアに任せましょう。先に行きます。トリックルームとかわざわざ仕掛けてパルキアを捨てるまでもない。弱しの素のスペックでぶちのめしてやるぜ。そこで座ってみてな、本当のエースというものをお見せしますよ。スチルにしてもサーナイトとエルレイドが上に並んでたんで、その2体が好きなんでしょうね。ではぶちのめさせていただきますわよ。スイヤ、後ろにはパルキアが控えてる、大丈夫だ。仮になんかあと一歩足りないってなったら、必殺の悪空切断で華麗に外してバカ野郎で今回の動画は綺麗に終わる予定だから。エナバを買っていきます。そうだ、一撃粉砕。マニュさんがこだわりじゃないわ、気合のたすきでしょうからね。にしても弱し君のこの群れ方って結構すごいな。頭にサンマ刺さってますよ。最後の一匹カモン、ドラパルキア。あれ、これやばくない。これちょっとやばくないか、なんかやばくないか。いや、な予感するな。しかも物理か特殊かわかんねえやつ来たからさ、これな。これやばくないか。やばくないか。やばいよな。上取られたら終わりだよな。スチル、大丈夫。もうこれ弱しで勝たざるを得なくなった。押していくしかあるまい。しかも弱点つけねえ。そう、物理型。だからな、氷の牙って覚えたっけ、この子。弱しはとにかくね、技捨てが
あかんのです。これもしかしたらだけどパルキア完全に捨ての構えでトリックルーム使った方が勝てたかもしれん。トンボじゃん。僕物理型なんですよテイルで気づくべきだぜと言いたいところだが、これはねアイスケアだな。そう、弱しは両刀もあるから、そうアイスケアでまずは軽やかな一撃といったところか。これマジのすけきっついぜ。これどうにもならんでな。スチルトンボだけでは向こうの方がわからない。あれなんでいやでもまあそうか、多分お相手物理ですね。防御2倍になった群れた弱しは落とせないとの判断をしてくださったと。こっちもヒヤヒヤだったけどな。はい、というわけでなんだろうね、意外と最終戦があっさり終わってしまったもんだから、パルキア君が非常に目立った回でしたね。次回の最強統一もお楽しみください。ありがとうございました。